皆さんこんにちは、ホエです。今日は韓国のトンキンに行ってきました。こちらが僕が買ったものなんですけれども、これはコッパップです。ガルボブルダックです。これってこんな形で入ってあります。ガルボブルダックです。こちらはハットグです。これはモッツァレラチーズが入ってるハットグです。プレッツェルでドーナツで、こちらがチーズボールです。ハトから。モッツァレラチーズが入ってあります。こちらはチーズボール。これはフレッツェル。ドーナツ。辛い。
ごちそうさまでした。まあ、今日のダンキンも美味しかったです。ただカルボフルダはちょっと辛くて、僕みたいに辛いものが食べれない人だったら、おすすめはしません。でもドーナツとか本当に美味しくて、それで韓国に来たら一度食べてみてください。じゃあまたいろんなものを持ってきますね。じゃあね。バイバーイ。